たびたび問題になる日本の長時間労働問題。人手不足や、一人一人の負担が多く毎日業務に追われているといった人も少なくないだろう。そんな残酷とも言える日本人の労働環境を真似しようとしている国があるらしい。朗報、インド人富豪、大国になりたいなら日本を見習うべき。このスレでエッジが貼り付けた記事によると、インドのソフトウェア大手の創業者が、インドを世界レベルの大国にしたいのなら、第二次世界大戦後に日本人やロシア人がやったように、長時間労働すべきだ、という意見を述べた。具体的な時間としては週に70時間は必要、とのこと。週70時間は、ぬ。でも多分インドの若者はインドを大国にしたいと思ってないと思うよ。経済大国、国民に還元されるとは言っていない。まずカースト制なんとかしろや。大国にはいずれなれるやろ。ワイは週30時間くらいでいい。ドイツよりアメリカの方が長時間労働してるイメージ。せっかく経済発展しとるんやからもっとまともなとこ見習え。言っておくがアメリカも言うのうほど長時間労働やぞ。アホには短時間しか働かせないだけ。時給がもったいないから。長時間労働は金持ちや経営者を超えさせるだけ少子化になるわ、家庭環境悪化するわ、いいこと一つもない。上級が潤って社会が進むだけの長時間労働なんて売国行為やで。このインド人富豪は働かないインド人労働者に悩まされてそうやな。不幸になりたいなら日本を見習うべき。アップルの人と仕事したことあるけど、あいつら24時間メール返してくる。日本時間でもアメリカ時間でもちゃんとレスポンスしてくる化け物や。地球の裏側に拠点があるからや。拠点がどこにあろうが24時間いつでも返信してくるのやばいやろ。もういい加減労働量での競争とかやめようや。誰が幸せになるんや。そら資本家よ。ごく一部の人間の私利私欲で世界が支配されていいのかよ。週70時間で働きすぎって認識なんか世界ってホワイトやな。いや週70労働は普通に長いやろ。Y は13、16、13、13、16、13で週80から84未満ってところや。施工管理かな。まずナチュラルに6金なのが狂ってるよ。そんなこと疑問にすら思わん。年休80日くらいはあるし。へえ、椅子から転げ落ちる音。年間休日は120から129日に設定している企業が最も多く、続いて100から109日、平均でも107日ある。80日は少ない方であるが、みんなの会社はどのくらいあるのか、ぜひコメントで教えてほしい。金持ちが豊かになるために全ての国民がド、になり苦痛を我慢する。それが長時間労働。インド人は共通の道徳規範がないのが良くない。まともなインド人ほどインド嫌ってる。安くても日本がいいっていうのが不思議。インドはそんなことしなくても人口ボーナスでどうにでもなるよ。インドってあんなに出稼ぎに行ってるのに言うほど人口ボーナスでどうにかなるか。そんなに多いの。週70時間も働かせてくれるホワイトな企業なんてそんなないやろ。仏教のメッカとは思えん野蛮さ、粗暴さも感じるな。インドって共産主義ゲリラもおるしな。週60やけどそれでもかなりきついで。週50とかでもまあまあしんどいやろ。毎日8時間が定時で働くとして毎日2時間残業する計算や。交際提出とか唐突な国名変更とかやり方が急進的すぎるからインドは相場落ちると思う。中国追い越すとか言われるけど国家としてまとまってきた歴史が乏しいから無理だよあいつら。カシミールとかはともかくもうイスラム押さえつけてるからよほど軍事的に弱体化しないと分裂はないでしょ。中国やパキスタンにインド軍が大敗するみたいなことがあれば別だが、分裂がなくともそもそもまとまりがないからな。カースト制で権力分立してた国だし人種も違うから中華圏ほど高度なまとまりの経験がない。ヨーロッパ式の使い古したナショナリズムを焼き増しするくらいしか能がない時代遅れの国って感じがするな。要は勤勉になれってことか。と、扱いやめて。黄色と黒は勇気の印。24時間戦えますか。高度成長期の残業はエグかったらしいな。ワイらはそのおかげでまったり仕事できてるけど、無意味に待機してタバコ吸ったり酒飲んだりしてただけやぞ。ノウノウムって短時間睡眠に耐えられるかどうかなところあるよな。耐性がない奴は8時間寝ても寝不足で生産性低いままだし、これ以上睡眠時間削って働いたら自律神経ぶっ壊して退場や。要するに派遣国に自国を成長させるを得ない状況にするってことか。長時間労働は体もメンタルも不調をきたしてしまう可能性があり、進められるものではない。だが、高度経済成長期の日本人の働きのおかげで今の生活があるのも事実だと言える。みんなはどう思ったかコメント欄で教えてほしい。続いては、みんなも一度は目にしたことがあるであろうあの機械に、なんとインド人のとある部分が使われているという衝撃のスレだ。神、バス運賃箱に人毛が使われてる？はい、現在はインド人の毛髪です。大手メーカーに聞いた。
一致が貼り付けた記事によると、バスの運賃箱に人の髪の毛が使われている、というのが話題になったという。そして運賃箱の大手メーカーに聞いたところ、実際に運賃箱には人の髪の毛が使用されている、という回答が得られたそうなのだ。バスにあんま乗らないのでわからない周りのプラの部分？コンベアの方？インド人の毛髪が、日本のバスの運賃箱に使われているという驚きのニュースだ。整理券と小銭を入れるあの部分である。ああなるほど、効果は重たいから髪を押しのけていくけど整理券だとそのまま押しのけられずに違うとこに入るわけね。人毛は意外といろんなところで使われてるよね。美少女の毛に限定するようあなたから言っといてもらえませんかね。顔関係なくね。確かに昔のバスの料金箱ってベルトコンベアで硬貨と剣が奥に送られて、奥にあるブラシで仕分けされてた気がする。あの毛が人毛だったのか。人毛には心理的に抵抗があるわ。動物の毛ならいいけどさ。そんな仕組みだったのか。ローテクすぎるな。え、今もなおってこと？整理券を入れるバスに乗ったことあったか久しいけど。ここでインド人を右に。懐かしのにちゃんコピペ。元ネタは某ゲーム雑誌の誤植。ハンドルを右にと書かれた文字が汚くて読めず、インド人を右にになってしまった伝説のネタだ。おいおい、右に行っちゃうだろう。その前にアクセル全開だろ。毛が抜けちゃうだろうが。また髪の話してる。俺の毛は何にも使われてないのに、いつの間にかどこかに消えている。縮れててもいいの？インド人の髪の毛って黒というより漆黒なんだよな。マジで真っ黒。インド人と比べると日本人は茶色い。毛のない人を間接的にバカにしてる。ハゲは社会貢献できないと言いたいの？できない。アミノ酸が豊富。湿度計は白人女性の人毛らしい。俺のちゃんちゃんこも先祖の毛から作られてるわ。キタロウオツ。ちなみにゼロックスのコピー機にはアンゴラウサギの毛が搭載されていた。実は俺のハゲはこれが理由。インド人の毛髪からアミノ酸抽出して醤油の原料にするとかいう都市伝説のことかと。それ日本で戦時中頃、実際にあった話。みんな気味悪がって全く売れなかったそうな。動物の毛ならともかく人毛ってことだけでなんだか続々するのはなんでだろう。まだまだだな。運賃箱の方がお前らよりふさふさだな。ハゲに盗まれるぞ。曽祖父がインド人な俺が飛んできました。なんか質問ある？インド人嘘つかないのは本当ですか？あと右手でカレー食べて左手でうこ吹いてると時々間違えませんか？解剖実習骨用の人骨もインド人のって教授から聞いたことあるなぁ。水槽なので全身揃ってるって理由。10年前に聞いた話で、その当時すらもう倫理上そのルートで手に入れられないとは言っていたけど。身寄りのない老人の検体ブームであり余る国産遺体が届けられてるはずだが。妻は髪を売って夫は金時計を売って。葉っぱは絵だったんでしょ。他の部品も作ってるだろうけど現金収納システムはキャッシュレス化が進み需要はなくなってくるだろうね。臭そう。お前らの残り少ない髪の毛を無償で提供してやれよ。生きてるうちは切ったらダメなんだっけ。どうやって集めるかは、羅生門だよな。俺の毛も知らない間に使われていたのか。またハゲが迷惑かけてるんか。俺だって本当は貢献したのに。髪の毛破念がこもるよ。だから呪いや呪詛かけるときに使う。バス、怖え。もう乗らない。だからインド人の髪の毛使ってるんだよ。日本人のだとバスに恨み持った奴の毛が入らないとは言えないからな。こういうのに使うときはできるだけ遠くの関係なさそうな奴のを使う方がいい。運賃箱にする髪がない。それよりも、なぜインド人の髪の毛になったのか？が疑問だよね。元記事ぐらい読めよ。美容師が練習で使うウィッグやエクステなんかの人毛は知る限りほぼほぼ中華さん。有名な賢者のお話でも出てくるけど髪の毛売ってもいい？人毛はカツラや人形にも使われる。だから毛が伸びる人形やカツラがある。運賃箱もドライバーが定期的に散髪してるらしい。定期的に女性が伸ばして長髪を切って寺院に寄付するヒンズーの宗派があって黒人女性のストレートの面は全部そこから来たり一つのエコシステムができてる。人毛ってなんか嫌だな。今ならプラスチックとかでも自由自在に硬さとかを選べるくらいの技術があるんじゃないのか？脱プラスチックも叫ばれてるから人毛のままの方がいいのかもしれんが。そんな技術は、素高い。人毛ならただ同然だしな。インド人にハゲいない。伊勢参りの何かのアイテムも昔は女性の毛で作られてたって聞いたな。なんだっけ？調べてみたが、わからなかった。知ってる人がいたらコメントで教えてほしい。私の髪の毛を使ってますって美少女の写真つけたら運賃2倍払うわ。バタリアンや。知らない奴は一度見てみれ。バタリアンとは、1985年に制作されたゾンビ映画だ。舞台はとある衣料品を扱う工場なのだが、
興味のある人はぜひ一度鑑賞してみてほしい。小学生の頃見てトラウマになった。全く救いがない。今見るとギャグ映画。俺もあれば協力したいが、もう人に分けられるほど残ってない。こっちが欲しいくらい。ある程度長さが必要だろうし、髪の毛の向きも揃ってないといけないだろうから、床山切り落としたやつじゃいかんのじゃね。インド人女性は世界一美しい。惚れ惚れするよあの目元。アフリカ人の髪の毛を使わないのは差別だな。ちなみに都会のバスはお釣り出るけど、田舎のバスはお釣り出ないからきっちり払わないとダメ。最近のバスはお釣りが出せるのか。世の中進化したな。線路線均一運賃とかだとお釣り制のところも多いよ。整理券もなし。運賃箱の中で髪の整理券と硬貨を仕分けする際のブラシとして使われているインド人の髪の毛。いろんな動物の毛を試したが、人毛が一番使い勝手が良かったようだ。しかし人の毛が使われていると思うと、なんとなくゾワッとしてしまうのは筆者だけだろうか。続いては理由が気になるこちらのスレ。インド、人口多いです。理数分野得意です。技術力も核兵器作れるくらいあります。後進国な理由。何？カレーの呪い。カースト。でも天才ちらほらいる。人口が多く、頭のいい人も多いインド。経済成長に期待が高まるが、なかなか実現しないのが現状だ。その理由とは、一体何なのだろうか。男女差別がガチ。むちゃくちゃな暴行事件ばかり耳にするしな。逆転不可の身分制度があります。カースト制度。IT 関係はカースト関係なくなれるから人気なだけ。カーストって言うけど廃止されてもう何十年も経ってんやろ。未だにカーストって残っとるんか。日本で言うと地能交渉、だ。がまだあるってことやろ。法律で廃止されたのにまだ意識しとるもんなんか。政府が明日から階級やめや言うても無理やろ。日本も明治時代に解放令やって失敗しとるし。未だに部落だのアイヌだので飯食ってる人間がいる国に住んでてそれ言うんか。最近 GDP でイギリスを抜いたんじゃなかったっけ。現在5位やな。日本までは抜くから将来的には3位や。さすがに米中はなかなか抜けない。 GDP2 位のインドと3位のアメリカが組んで1位の中国に対抗するのが2050年以降やろな。受験の時の親がカンニングさせる必死さが地獄みたいだった。インドでは学力の競争化に伴いカンニングが慢性化している。親が建物の壁を登ってカンニングペーパーを渡すなどの事例もあり、カンニング大国となっている。勉強して海外に移住した奴らもその国でカーストバトルしてるって聞いて、こいつらは先進国化するのは無理やろなと思ったわ。結局人口こそ正義ってことを証明してる国やろ。日本の明治維新がなかったらインドみたいな国になってそう。んなわけねえだろ。地能交渉なんて厳密な身分制度はなかったぞ。カースト制って中からひっくり返すのそんなに難しいんかな。インド人が理数得意とかいう都市伝説、根拠あるんか。日本でいうクオ20の段まで覚えるとか、ゼロの概念を生み出したとか、そんな感じか。事実や。もちろん格差はすごいが計算能力はガチやな。 IT は数学的思考必要なんや。で IT 産業は最近生まれた職業やから、カーストの外側にあって誰でもやれる。 IT が強いな。数学は東アジア系のが強い。イギリスの階級社会とかインドのカーストとか、どこまで本当なんやろ。日本には忍者がいるレベルの話に思える。トイレを見ればその国の文化進行度がわかるんご。都会の歩道に小便器がある。ガーファのトップの半分インド人なんやから天下取ってるやろ。ガーファとはアメリカの主要 IT 企業である Google、Amazon、Facebook、Apple の頭文字を取ったもの。 IT はカースト制度が廃止後にできた産業なので、身分関係なく働くことができるというのも発展した理由らしい。日本でうるさく言われるようなマナーが皆無。やっぱカーストがあるからみんな同じように同じマナーを守りましょうって発想が生まれないからなんやろか。そもそも人間が平等ってのがありえんのやろ。神に作られたから平等なんやで。なるべくスタートラインは並べないと。並べない人間は腐っていく。英語圏とかいう最強の足かせがね。多民族国家を適当にイギリスの植民地の領域に合わせて独立させただけだから、国としてまとまってない。得意と言っても10億もいや得意なやつもいるやろ。そや、とてつもない美男美女がおるよな。インドの人口は現在14億人を超えている。数学得意と言いながらフィールズ賞受賞者今誰という謎。フィールズ賞以前にラマヌジャンとか輩出してるし。人口多いのにスポーツはそざこ。戒律のせいで牛肉豚肉食えなかったり、むしろベジタリアンが多いんや。栄養状態やろな。食ってなさそうだもん。というか有能は英語喋れるからほとんど海外行っちゃうやろ。日本並みに満員電車やん。核ってそんな技術いるんか。原発ですらバケツーランや電源喪失した国が大惨事になってるやろ。得意な奴らの大半は先進国に移民するしな。
横浜にインドの IT 企業あるよな。羽振り良さそうなインド人めっちゃ住んでるで。日本はそのうちインドに抜かれるやろ。むしろインドに抜かれない国は多分ない。将来世界遺産に当確なのに何言ってんだ。このコリコレのご時世足打ちから外から突き上げ食らってアファーマティブアクション的なことやらされそうやけど、カーストでそういうのあるんか。あるけど、機能してるか微妙って感じみたい。インドの不可植民は普通に公務員枠あるで。20年前の中国にしか見えんからな今のインド。外国人はカースト外だからいくられ、としてもいいって考えの奴がおるってマジなん。昔の話なのかね。どこの国もスラムだったらそんな考えの奴しかおらんぞ。これからはナイジェリアが来るって聞いたで。ほんまか。ところでナイジェリアってどこんご？ボビーオロゴン。ルワンダの方がよっぽど伸びしろあるで。何より土壌がいい。インドに対する過小評価は昔の中国の20年前の感じにしか見えへんわ。外交関係見たらインドが来る予感しかしないんやけど。アメリカに引き抜かれたインド人同士でカーストマウント取られる話好き。インドってサッカーとかオリンピックとかスポーツで全く聞かないよな。クリケットが流行ってるねあっけ。インドって言われてイメージするのってピラミッドとか砂漠とかだよな。多分お前ぐらいだぞそれ。インドは東は熱帯雨林、北と南は山岳、西はサバンナのような乾燥した荒野みたいなところやで。子供の時はエジプトとインドの区別つかんかったわ。インドはやればできる股間はあるけどな。日本的にはこれ以上ライバル増えんでほしいわ。インド世界遺産に予想してないやつなんていないだろ。もはやライバルでもないやろ。そもそも日本なんて冷戦構造で稼げただけの国。言うて日本は製造業の国やからな。まさかここまで中間帯に食われるとは思わんかった。牛食べずに汚え川で水浴びしてるイメージしかないわ。後進国やろ。でも日本は富士そばに行けば安くて美味しいお蕎麦が食べられるから。むしろなんで理数系の天才を生み出せるのかわからん。国民の7割は2ドルで生活らしい。これから伸びるとは思う。パキスタンとどうするかだな。優秀な奴が現れることがあっても他国で暮らした方がいいからね。これが一番きっついわ。優秀な自国民が自国にとどまって発展に寄与してくれないとどうしようもないのに。バンガロールがめちゃくちゃ先進都市なのは知ってる。ジョジョでインド旅行した気分になった。後進国って言っても日本が抜かれるのは時間の問題やろな。もともと1400年くらい圧倒していたのにどっかの国のせいで停滞していただけやし、日本なんてここ450年しかないようなもの。しかし、歴史的にはインド文明って大部分パキスタンで展開されているのにな。インドの経済についてネラーたちの反応を紹介した。IT 大国として徐々に経済成長しているインド。数年以内に GDP 国内総生産世界3位になるという予測も立っている。筆者もインドの今後の成長を楽しみにしている。続いてのスレでは、日本の経済状況についてどのような意見があるかを見ていこう。インド人、ここ数年で Google、Microsoft、イギリスのトップに上り詰めました。日本くんは？日本。僕は、日本。東京オリンピック開催しました。WBC 優勝しました。我らの大谷がホームラン王を取りました。もう終わりだよこの国。IT に関してはもう勝てへんやろな。日本、Google、Yahoo、Microsoft、TikTok がないと何もできません。もうインド人は撤退し始めてるぞ。ロシア・ウクライナ戦争でもうまく立ち回っとる。外交強者でもある。スポーツは、そざこのままやな。万博あるからな。震えて眠れ。あれ工事できないらしいやん。世界にまた恥さらすんか。国として全盛期過ぎてるからしゃあなし。インドはこれから上げ上げよ。やっぱり経済大事だよな。インド見習おうや日本。今の日本が誇れるのはキャラコンテンツとアニメくらいか。スポーツは強くなってるよ日本スポーツ庁のおかげ横丁や。なんで理系人材増やそうとしないんやろね日本は。イギリスって必修化してたやん。麻生が因数分解なんて社会に出たら使わないって言ってたやん。あいつ財務大臣だったのに。あかんねえ。まあ勝てないやろな。インドが答えだよな。理系は国力に直結するんよ。ちなわい文系。くさー。大臣なんて派閥の人事でその道のプロでもなんでもないからな。70過ぎの IT 担当大臣とかほんまに終わってた。日本人は USB が知ってたら IT 界のエリートだよね。どきょ？実は世界はコロナ来ること知ってて日本に押し付けたんやないか？バングラデシュにも負けるんちゃうか。日本はウィニー潰した前科あるからな。理系のみんな頑張ってくれ。コストも予算もないぞ。2002年に開発されたファイル共有ソフトウィニー。犯罪の温床として使われてしまった側面はあったが、産業の発展として重要であったという意見もある。この事件は映画化もされたほどだ。理系をトップに据えよう。ほんまあかんて。
今の日本って働いてる気になってフリーターにとどまってるやつ多いのかな。俺もそうだけど。超一流大学で学ぶ。インドに帰って起業。だってさ。インドの市場ってバカにならないよほんと。YouTube 見たらわかる。IT 系でのインド出身 CEO は増えすぎやわ。マイクロソフト、アルファベットインク、IBM、マイクロン、アドビ、グローバルファウンドリーズ、ネットアップ、みんなインド出身。ほんまえぐいわ。あとシャネルの CEO も2021年にインド出身になった。まあでも日本の IT 更新加減は問題やろ。モッドが何かを知らんからバニラで黄昏もネザーの進化系も出せると思ってるやつゴロゴロいるやろ。中学時代黄昏いけると思って花とダイヤ頑張って集めたワイの悪口やめてね。日本はさておきインドは実際すごい国なのは確か。今後の成長も十分見込めるからな。対立深める中国に代わって仲良くすべきアジアの大国の一つではある。文系がトップなのがあかんわ。しかも三浪だし。政治が文系学部なんやからしゃあない。起業して成功するじゃろ。そしたらインドの貧乏学生とか起業したいやつを金銭的にアシストするんだってさ。アメリカ型の循環ができつつあるよインド。それだけじゃなくて社内政治にインド人コミュニティ全体で取り組むっていう性質があるみたいやね。これは文化的下地の元にあるから当然政治の世界でも持ち込まれてて、イギリスのスナクみたいなのも出るようになってくる。一般人の生活でも同じ。移民が多い国はこういう組織力がかなり強いな。同時に日本人が一番弱いところでもある。日本人でアメリカ企業で出世した最高位って1980年代西和彦のマイクロソフト本社副社長か？わい。カースト制。インド。インド人。ふむ。伝統的にカースト制があるならその影響がない新しい産業を発展させればいいのでは？日本人。我が国は昔から年功序列で。たまたまインドが高度経済成長期に当たるから今の旬の産業で一歩リードしてるだけや。インドって底辺は日本なんか目じゃないレベルで悲惨なイメージしかないんやが、カースト制も残っとるし、日本もようやっとる。急成長のゴンゲみたいな国やけど、カースト制が根強く残ってるだけあって貧富の格差えぐいんよなインド。学生の身からすると日本が落ちぶれかけてるのも悲しい。何より大の大人がやれ文系やれ理系と本筋と違うところで争ってるのがもっと悲しい。まあこのありさまだし衰退するよな。このグラフが事実かは知らんが、アメリカは学費が高い高いって言われててもきっちり国が肩代わりしてんだよな。外国人にはよっぽど優秀じゃないと出さないが、日本は中国人に給付してるからな。カイロソフトのゲーム発展国をプレイしてるけど、社員への給与による減益分を国が負担してくれた。現実でこれやってる国あるのかな。インド人すごい。せやな。せやインドに移住しよう。人生やけ、そにも程があるやろ。インド工科大学行けばエリートなるやろ。その頭があるなら東大の方がええやん。スリもこじきも本郷駒場にはおらへん。iPS 細胞の予算打ち切った国があるらしいな。山中ってなんでアメリカ行かんのやろうな。ノーベル賞取ってるしえぐい研究費もコストももらえるやろうに。せっかく残ってくれてるのにその言い草は草。亀田製菓の社長もインド人だぞ。2022年には、インド出身のジュネジャレからジュシが CEO に就任した。なお亀田製菓のインド人社長は毎朝社食で焼き鮭定食食ってる模様。Y 中国系企業に転職したけど何もかも日本企業よりええわ。正直やる気がある人間は日本企業にいたらあかん。日本は大企業になればなるほどパワポ職人しかおらん。そんなんで技術も、そもあるかって話よ。世界一の自動車メーカーの社長が日本人やん。日本にはヤフーがあるから。ヤフーもアメリカで草。環境問題も全力でやるってサインド。岸田、処理水とバドバー。日本にはニコニコがあるから。インドは政治リスク高すぎでオワコンや。暗いのは現実的。中国をしのぐほどの経済成長をしているインド。今後も IT を強みにガンガン経済を回してほしい。続いてはインドで有名なあの料理の話題だ。なんでインド料理ってあんだけ油ガンガン使ってるのにインド人の肥満率って世界最低クラスなんだろ。不思議。そういう体質なんかな。暑さでカロリー溶けるからな。油で太るって嘘やぞ。ヨガの日で焼いてカロリーゼロ。嘘つけインド人で太ってるやつ結構多いぞ。豆ばっか食ってるからや。糖尿病率日本より高くなかった？スパイスドバババババでなんか健康にいいんやろ。インドの肉料理パサパサなイメージしかないわ。カレーとなんだけあればええ。言うほど油使ってるか？それこそインドカレーなんてほとんど油やぞ。原因はなんやろうな。油自体は太らないから米とかパンが太る。でもインド人って米となん食いまくってるやん。砂糖ドバドバ入れたチャイとか飲むし。中華の方がよっぽど油ドバドバのイメージだけど、
和食以外のシェフのレシピ見たらちびるで。油引くぐらい使う。みんな適量の食事でたくさんは食べへんのと違う？ワイのとこインド人多数生息エリアやけど奥さん連中の腰回りとかおおむねぶっといわ。お菓子の甘さも半端じゃない。砂糖より甘い。インドのグラブジャムンと呼ばれるスイーツは世界一甘いと言われている。油で揚げた丸いドーナツを甘いシロップに漬け込んだデザートだ。濃厚な甘いシロップにはカルダモンというスパイスが入っていて美味しい。缶詰で売られているので、見かけた際にはぜひ試してみてほしい。割とデブだらけやろ。インド人の大衆スパイシーすぎない？カレー生活してるとガチで大衆がカレーになる。貧困層はガチで食うもんなくて、上流層はベジタリアン多めなのでは。確かにワイの知ってるスーパーエリートインド人はベジタリアンやわ。待つ。日本食はヘルシーだから日本人は細くて小柄なやつが多い。なる。日本人の食事量は欧米人と比べると驚くほど少ない。インド人は糖尿病が多いってテレビで見た。沐浴のおかげやぞ。ほぼ野菜しか食ってねえからじゃね。つべでインドのストリートフード動画見てると、みじん切りにした野菜をひたすら油で炒めてペーストにしたものしか食ってねえ。あと卵。海外旅行に行ったら驚くことの一つに、女のがたいがでかいこと。いかに日本の女が小さいか思い知らされるし、日本の女が小さいのも、あちらさんの食事量を見たら納得する。そりゃ差が出るわ。大衆料理店とかやと日本やったら大盛り枠くらいの量が当たり前のように出てくるよな。あんな量食ってたらそりゃ太るわ。飲み物も東アジア以外は大抵甘いからそこからも太るやろうし。インド人って顔は普通やけど腹膨らんでるやつ多いよな。なんでや。あいつら炎服からその時消費してるんやぞ。油ジャバジャバ入れてバター塊で落っことして、仕上げにチーズこれでもかってくらいぶっかけるのがインド料理のイメージ。ギーとかいうカロリーの化け物。ギーとは、牛乳やヤギの乳などのバターを煮詰めて水分やタンパク質などを取り除いた純度の高いオイル。インドに伝わるアーユルヴェーダでは様々な効能があるとされ、重宝されている。カレーって栄養バランスどうなん？具いっぱい入れたらそこそこちゃう？脂肪型やろけど。肌が褐色やから引き締まって見えるんやないか。黒い服だと細く見える的な。一日の4割くらい踊ってるからな。映画見ればわかる。男は痩せてるけど女、特に人妻は太ってるで。嫁を太らせるのが自分のステータスだからな。あれだけ国全体でダンスに力入れてたらそらそうよ。そもそもインド料理ってカレーとタンドリーチキンしか知らんわ。揚げ物&揚げ物だぞ。分母がでかすぎる。揚げ物食わんからちゃうか？あと香辛料は観光やって言うし。屋台とか揚げ物ばっかなんだよな。インドの富裕層では肥満が社会問題化してる。統計で肥満率が低いのは、貧富の差が強烈に大きくて、圧倒的多数の貧困層が痩せてるからだろうな。食事だけが体型の決定因子ではないんやで。人種的形質も無視できないし、単純に生活形態とかもな。中肉中背のインド人が食事はそのままに太った日本人と同じ生活したら太るかもしれん。油と野菜じゃそら太らんよ。炭水化物と油の最強コンボが太るのであって。でもインドのイケメンは食ってヒゲ小太りじゃん。希少価値&富の象徴やからね。しょうがないね。インドは糖尿病率世界でもかなり高いで。インド料理屋で出てくるような高カロリーインド料理って上流階級のやつらしかあんまり食べないんじゃなかったっけ。屋台でこれやぞ。日本円で100円ちょっと。そう言ってスレミンが乗せたのは、溢れるほどチーズを盛りまくったチーズバーガーのような食べ物だった。上流階級は高カロリーインド料理で、仮想は屋台の高カロリー料理やろ。南はベジタリアンばっかなんやろ。南部と北部で肥満率違ったりするんやろか。インド式ヨガのおかげやで。チーズなんとかカロリーどんだけあるんやろ。500キロカロリーくらいみたいだな。おにぎりに、3個くらい。まあ日本は、スーパーで売ってる食材の分量からして1人前少ないからな。スナック菓子ですら1人前の分量少ないという始末。本場インドのカレーは全部サラサラって完全に嘘だったな。ドロドロしたカレーも普通にある。逆に日本のよりドロッとしたの多かったわ。サグカレーとかチーズでドロッドロやしな。そらインドって一言で言っても日本の10倍くらい広いしな。日本ですら日本のラーメンは醤油味って聞いてたけど、味噌や豚骨や塩があるやんけとか、料理なんて地域によって全然違うんやし、インドくらい広けりゃそら一つのパターンのわけないやろ。一からカレー作るとわかるけど、油結構使うからな。ココナッツミルクも高カロリーだな。ジュースの3倍くらい。俺インドに住んでたけど金持ちは半分くらい肥満。普通の連中は太るほど食わないだけ。肥満率は高くはないが、インドは世界2位の糖尿病大国として知られている。油と炭水化物が多いからであろうか。みんなもインドの経済や気になることをコメントしてほしい。最後までご視聴いただきありがとうございます。
そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。